防犯探偵、榎本シリーズ鍵のかかった部屋。鍵のかかった部屋は、角川書店から刊行された、岸雄介の推理小説。防犯探偵、榎本シリーズの第3作。2008年から2011年の間に、野生時代の間に発表された4編が収録。2011年に刊行後、2011年4月25日に文庫版が発売された。 本作のトリックは物理学的に検証を行い登場人物の心理における行動の不自然さがあっても物理的におかしい部分を排して書かれている2012年に防犯探偵榎本シリーズがテレビドラマ化された際のタイトルには本作のタイトルが使われている書室野生時代2008年5月号ある山荘で葬儀会社社長の大石の遺体が発見された 大石は、白幕がかかったドアに持たれ、葬儀善とした仕様にあつらえられた異様な状態に、ありながらも、遺言状の存在から、事件は自殺として処理される。だが、その死に疑念を抱く、司法書士の草壁は、大石は、専務の池畑に殺されたと睨み、榎本と純子は、彼の依頼で密室の解明に乗り出す。しかし作為の痕跡は発見できたものの、遺体の前にあった。 ガラステーブルとドアにかかった白幕がネックとなり、絵のもとをして、次元の違う発想が必要だと解明に、難航してしまう。しかも遺体発見前に死んだはずの大石が、山荘内で佇んでいたという証言まで現れる。初出、野生時代二千八年十二月号五年の刑期を終えて出所後、亡き姉の家を訪ねた、元泥棒の相田愛一郎は、姉の息子で、老いの大樹が、 自分の部屋で練炭自殺を図って死亡していた現場に遭遇する。内側から鍵をかけられ、窓やドアはビニールテープで密閉され誰も入れない状態にあった。ことから、大樹の死を自殺として結論付けたが、納得できない間は、知人の江本と共に、純子に事件の再調査の協力を依頼する。江本は、事件は自殺ではなく他殺で、大樹の警符。 高沢なら犯行は可能だと確信する。大樹の妹の三木の協力を得て、高沢家に来訪した榎本と純子は高沢が仕掛けた密室トリックの謎を追う。初出、野生時代2010年5月後高校教師の杉崎は、震度4の地震で、欠陥住宅であることが露呈した新居の医薬金をめぐり、その欠陥住宅内で工事を手掛けた。 公務店社長の竹本との話し合いに臨んだ。だが、責任逃れに終始する竹本は、最終的に杉崎の過去の傷害事件をネタにねだったことで、杉崎はかねての計画である竹本殺害を決行、欠陥住宅を密室に仕上げ事故に見せかける。しかし、なぜか杉崎は警察から何度も事情聴取に呼び出される。その上、杉崎の前に榎本が、 外側からは、ドアや窓を閉められない、いわゆる天才の力が生み出した、密室突破に挑んでいた。書室、小説野生時代2011年7月号前回の、座長殺害事件が縁で、ESB へと解明した、劇団、土生骨の舞台公演に招かれた榎本と純子。彼らの舞台、彼方の鳥は、劇団員たちによる舞台という名の無法地帯とする中、 舞台は八富のリアクションで爆笑を収めて終わる。公演後、八富の様子にただならぬものを感じた榎本と純子が舞台下手にある控室に向かうと、そこでは前座のロベルトジューランが遺体となっていた。すぐに警察に通報しようとする純子だが、榎本はそれを静止30分で解決し犯人に自首を進めると宣言する。容疑者はロベルトと共に、 控室に退場した前座の三人。しかし、誰がロベルトと一緒にいたのかは誰もわからず、殺害現場から抜け出すには下手に通じるロビーと外に、直接通じる舞台み手を通るしかないが、ロビーに通じる扉の隣には、売店が上手に通じる舞台には、観客がいたという脱出不可能の密室だった。ありがとうございます。